チャースイス、お疲れ様、皆さん元気ですか？アリナチャンネルへようこそ。アリナちゃんです。そして、ぜひぜひ、前回、皆さんと一緒に教えた、サーザンオールスターズって、夏、イコール、夏ってな感じ。そして、ま、ぜひ、まだ夏ですから、暑いですから、そして日本で確かに、今のところ、一番暑くなるみたい。だから、まあ、どうか、熱中症に気をつけてください、本当に。まあでも、夏だからこそ、ぜひ皆さん、おすすめくれたな、今日、真夏の果実ぜひ一緒にチェックしてみましょうね。3、2、1、5。おお、気持ちいい。やっぱりなんか夏にぴったり感じの歌よくあるねみたい。まあタイトル真夏の果実だからですね。当たり前ね。待って、それ大地くんこの曲交わしてたんじゃない？そう思ってるんですけど、覚えてないな、名前してたかな。いや、聞いた気がするこの曲。でもそれもし聞いたの場合あるなら、それただ大地くん交わしてたならね、三浦大地してたかな。まあ後で調べてみる。落ち着こう。このサビ聞いた、どっかで。素敵、本当に素敵。わあ、それ終わってる？本当？
感じ。めちゃ、なんか、短くというか、ないけど、でも楽しむ夜だからちょっと、いやー、夏の夜にとか、聞いていたいね。いや、すごくいい曲。やっぱり大地君かわしたね。ごめんなさい。大地君のファンですから、それちょっと気になる。多分、よく覚えてくれ。まあ、とにかく、この曲、フルで聞いた。まあ、顔はたっぱり聞いたことあるけど、初めてフルで聞いただし、そしてオリジナルで聞いただし、めちゃくちゃいい感じ。ただ、すごくいい感じ。なんか、こんな感じ。うん、ちょっと、いい、なんか、落ち着くね。なんか、ぴったり落ち着くって言葉ね。本当に。なんか、リラックスできる、この曲言いながら。なんか、素敵だし、なんか、ちょっと、気持ち、切ない感じもあるし、いい感じね。そして、はい、それ皆さんのリクエストでした。本当にありがとうございました。楽しかった。そして、なんで楽しかった皆さんはどう？この曲好きですか？よく聴いてますか？ぜひ教えてください。そして、今日も私と一緒に見てくれて、いつもありがとうございます。そして、このリアクションよかったら、グッドボタンのシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ。